コードページ850は西ヨーロッパでドスやサイオンによる EPOC16 の下で使われているコードページである。国設定やシステム設定によって英語が話されている多様な地域を含む多くの国ではコードページ850が主なコードページとして標準の OEM コードページになるが英語が話されている他の地域ではハードウェアコードページである。 コードページ437が標準で使われる。コードページ850はシステムによって、はじめに Windows-1252 に置き換えられ、次に UCS-2 に置き換えられ、最終的には UTF-16 に置き換えられた。低線素平にはギリシア文字、様々な記号がダイアクリティカルマーク付きのラテン文字を追加して置換されたことにより、 西ヨーロッパ言語のサポートが大幅に向上している点で、コードページ850はコードページ437と異なる。同時にテキストモードで GUI 風の画面を表示するために、継線素編を使用していたプログラムによる表示上の不具合がこの変更によってよく発生した。1998年にはコードページ858がこのコードページから、 コードポイント213を点のない愛からユーロ記号ユーロに変更した派生としてできた。これにもかかわらず、1998年にリリースされた IBM の PC DOS2000 は新しいコードページであるコードページ858のサポートを加えるのでなく、コードページ850の定義を修正コードページ850と呼ばれるものにして、コードポイント213番に ユーロ記号を含めるようにした。コードページ850は次の表に表される。対応するユニコードのコードポイントと重心法によるコードポイントが各文字と合わせて表示される。表の最初の半分はアスキーと同じであるため、後の半分のみを表示する。なお1番から31番のコードポイントと127番のコードポイントは状況によってアスキー制御文字であったり、 コードページ437のグラフィック文字のどちらかになる。判例、はじめからユニコードは Windows NTK でネイティブなサポートがなされていたが、開発ツールのサポートや Windows QX 系との互換性の問題によって多くのアプリケーションは8ビットのコードページを使い続けた。この原因は MS DOS、PC DOS の下でのコードページの切り替えロジックの 実装上での制限に遡れる可能性がある。MS DOS、PC DOS では CPI ファイルはサイズで 64KB、最多で6つのコードページという制限があり、この制限は MS DOS の一部の OEM 版や Windows NT では回避されており、DR DOS には存在もしていなかった。加えて DR DOS に存在しない制限として、 カントリー s y s 中の国、コードページは最大で146つまたは438つに MS DOS、PC DOS のパーサーによって制限されている。そのため、コードページ858のサポートを加えることは、同時に他のコードページのサポートを止めるということにもなり得た。一部のアプリケーションは、コードページ850を使うようにハードコードされていたことを踏まえると、 それは当時実行可能な解決方法ではなかったのかもしれない。では、ここの出典をコメントアウトされて原文に記載されています。ありがとうございます。